は納豆を救いたい。YouTube では、誰かを救う時に、海に来るのが作法らしいので、今回は海に来てみました。私は二次元の存在なので、1秒で海に来ることができます。やっぱり二次元だと便利ですね。もし当チャンネルが実写だと、このクソ暑い中、本当に海に行かなければなりませんでした。二次元最高、令和納豆。令和納豆、自称世界初の納豆ご飯専門店、令和納豆オーナー、宮下雄民、お前何やってんだよ、どうしちゃったんだよ、めちゃくちゃ心配だよ、裁判に完全敗訴、本人曰く負けていないとのこと、した挙句、店を閉めて逃亡したかと思えば、今度はなんだ、マシンガン削除申請か、ほんといい加減にしろよお前、いや、著作権侵害してたり、名誉毀損してたり、本当に権利侵害をしているなら、削除申請を出すのはわかるぞ。でもお前の削除申請、ほとんどイチャモンレベルの話だろ。そんなもん通るわけがないだろ。世界の YouTube を舐めるんじゃないよ。お前は、ロゴ使ってないのに、ロゴの仕様で動画削除なんて、するわけないだろうが、宮下オーナー、お前一体何がしたいんだよ。旗から見ると完全に、今のお前は迷走してるぞ。わけのわからないイチャモンをつけて、削除申請マシンガンを乱射して、もし仮にそれが通って動画が削除されたとして、それで一体何になるんだ。それを見た人はどう思う？令和納豆ってこんな変なイチャモンつけて、動画の削除申請をしてくるんだ。うわやべえなあいつ。ってなるだろ。なんでそんなこともわからないんだよ。何が名誉毀損だよ。お前が一番、セルフ名誉毀損してるんだよ。宮下オーナー、これ以上セルフ名誉毀損するのはやめよう。もう十分だろう。なんなんだよお前は、このゴミを読んでまだ、変なプライドを持っているのか。そんなプライド、全部捨てちまえよ。しょうもないプライドを全部捨てて、もう一度ゼロから、やり直してみろよ。宮下オーナー、お前は今まで散々恥をかいてきた。ネットのおもちゃにもなった。でもそれは完全に自業自得だ。他の誰のせいでもなく、自分の行動が招いた結果だ。まずはそれを受け入れることから始めよう。それができなければ、お前はまた同じことを繰り返すだけだ。とりあえずお前、もう削除申請マシンガンの乱射はやめろよ。今後も同じようなことを続けていたら、また次の被害が出るぞ。何回もそんなことがあれば、まとめブログとかで取り上げられて、またお前炎上しちまうぞ。とにかく、イチャモン削除申請はするな。そんなことをしても、何も状況は良くならないぞ。もしまた他の投稿者を含めてイチャモンの削除申請が来たら、その時は令和納豆を全力でいじらせてもらう。それは覚悟しておいてくれ。宮下オーナー、お前に提案がある。お前、私と和解しないか。 YouTube で謝罪動画を上げるのはどうだろう。イチャモンをつけて削除申請マシンガンをして実害が出てしまい申し訳ありませんでした。今後このようなことは一切しません。そういう感じの納得できる謝罪動画だったら、私はお前を許そうと思う。マシンガンの被害に遭った他の投稿者も、もしかしたら許してくれるかもしれない。許すかどうかは各自の判断だから知らん。宮下オーナー、お前いい年してるんだから、こういう時どうすればいいのか、わかるよな。令和納豆の炎上の件を、本気で反省して、ちゃんと学習したんなら、今どうするべきかわかるはずだよな。宮下オーナー、仲良くしようよ。争いなんてやめようよ。というわけで宮下オーナーは、自分のやったことに責任を持って、今すぐ謝罪することをお勧めします。最後までご視聴ありがとうございました。